こんにちは。今回は田辺議員の動画です。非公開で実施される全員協議会で12月12日に議題に上がったダブル選挙や今後の議会の在り方について語られました。また後半ではダブル選挙について初めて語った動画、12月12日の一般質問の様子もお届けします。それでは最後までご覧ください。こんにちは。今日は2023年、12月の20日です。昨日の動画のね、コメントで、ちょこちょこ見受けられたのが、警察に相談したのですかというようなコメントがありました。まあ、その方ですね。まあ、荷物がね、届いたっていうのは僕じゃなくて他の議員さんで、その方はですね、警察の方には相談しているというふうに、お聞きしております。今日の話なんですけれども、今日は、全員協議会と総務文教の常任会が開催されました。朝ですね、まあ、市役所に行くわけなんですけれども、まあ、控え室にね、入ったら、金之さんがですね、ちょっと、近づいてきまして、まあ、僕は一般質問でね、前回した、その、ダブル選挙についてっていうの話を、今日の全員協議会でするのかというね、のをね、こそこそっと話をしてくれちゃってですね、あとは今日言わにゃいけんで、っていうようなね、アドバイスをいただきました。で、まあ、その、僕もね、その、ダブル選挙に向けてどういうふうにね、取り組んでいったらいいのかっていうところはね、ちょっとわからないところが多かったんですが、まあ、そうやってね、金之さんが今日言わにゃいけんよっていうのを教えてくださって、今日全員協議会の中でダブル選挙に向けて、まあ、やっぱり議会の解散ということは、まあ、みんなの合意が必要ですので、とはいえね、それが今日すぐ決まるなんてね、思ってないわけで、協議をしていきたいというようなね、ことを提案させていただきました。で、まあ、その中でね、まあ、いろんな意見がありました。考え方は様々なので、それでいいと思ってまして、それをね、どうすり合わせていくか、どう協議してね、進めていくかっていうのが大事だなと思ってたんです。で、それをま、議運で測ってもらうのか、全体で測るのかっていうのがね、わからなかったんですけれども、一応、まあ、小玉さんが、副議長がね、うまくまとめてくださって、まあ、次回の全員協議会までに、まず、自分自身の考え、まあ、皆さん考えて、会派とかでね、協議して、その意見を持ち寄って、また協議しましょうというようなね、ふうにまとめてくださったので、非常にありがたかったなと思います。またね、全員協議会の中で、ちょっとまあ、議運の委員長、山本勝さんからね、まあ、質疑とか、まあ、質疑は質問ではないんだよっていうようなことと、まあ、討論の言い方について、もう一度ね、皆さんちょっと考えましょうというかね、ちゃんともう一度見直してくださいというような提案がありました。で、まあ、説明を聞く中でね、ちょっとまあ、僕も、それはちょっと違うんじゃないかなというような、まあ、認識がね、違うという部分で、そこをもうちょっと話をさせていただいて、まあ、いろんな、協議というかね、議論はさせていただいて、まあ、最終的にね、その、なんだろう、答えを出すというところにはいかなかったんですけども、終わった後にですね、まあ、新田さんとかが、まあ、いろいろ間に入ってくださったりして、市政クラブという会派もあるし、まあ、政治会という会派もあるので、それぞれね、意見を持ち寄って、まあ、代表者で、まあ、議長、副議長を間に立てて、話し合ってはどうかというね、協議をしたらどうかというようなね、提案もしてくださって、それもね、政治会の会派の代表とか、議長の方には話をしといたんでっていうふうにね、言ってくださったんで、非常にありがたかったなと思っております。で、またですね、総務の委員会がありまして、これはですね、委員会がありまして、これはですね、閉会中の継続審査について、まあどうするかという協議でした。まあ、秋田さんのね、一般質問の中で、高宮湯の森であるとか、神楽門前東寺村とか、まあ北の関宿の指定管理を、まあ、3月に向けてね、一つにしていきたいというようなね、執行部の考えが示されましたので、まあそれがね、今後どういうふうになるかっていうのを、まあ閉会中の所管事務調査にしましょうというような協議が行われて、じゃあそういうふうにね、テーマを上げましょうということになりました。一応今日はそれが本題だったんですけれども、まあ、市政クラブからですね、ちょっとまあ提案という形で、ちょっとまあ協議していただいたのが、地域懇談会で市民の皆さんから、ね、いろんな意見をいただきました。それを委員会としてどう取り組むべきかというのを、まあ、今までもね、協議をしてきたんですけれども、見返してみると、すでにね、執行部の方針が示されているものとか、答えが出ているものっていうのがありましたので、じゃあそれを、まあ、議会としてどういうふうに、まあ、議会というか、まあ、委員会としてね、答えを返していきましょうという部分と、またね、いただいた意見を、
まあ、どういうふうに委員会として取り組むのか、まあ、3月の所管事務調査にしたいので、それまでね、それについてどういうふうに取り組んでいったらいいかっていうのを これからね、ちょっと協議しましょうというね、何個か例を挙げて、まあ、説明させていただきました。で、まあ、皆さんからもね、ちょこちょこ意見は出る中で、じゃあ、まあ、協議をするという方向で、進めていくということが決まりましたので、今日は本当にね、いい一日になったなと思います。やっぱり議会ですので、様々な方の立場があって、様々な考えがあるっていうのは理解してます。で、それを、まあ、議論というかね、協議していく中で、まあ、皆さんが、じゃあ、ここならいいよねっていう落としどころを見つけていくっていうのはね、非常に大事なことなので、そういったことがね、今日は、まあ、いろんな案件で、そういったことができたっていうのは、非常にね、議会として良かったなと思っております。まあ、いろんなコメントをいただく中で、なんかまあ、ね、もっと早くできないのかとかね、あるんですよ。で、それはね、お気持ちはわかりますが、やはり、まあ、うん、まあ、民主主義の差がといいますか、やはり、みんなで意見を持ち寄って、一つの答えを見つけていくというね、やり方ですので、そこはね、ご理解いただきたい部分でもあるかなと。で、それをせずにね、まあ、権力者がね、いやいや、わしの一存で決めるんじゃ、みたいなことになっちゃうとね、やはりそれはそれで問題ですし、例えば今日みたいな僕らの提案をね、いや、もうそんなの必要ないってね、シャットアウトされちゃうと、もう全く、まあ、民主主義にならないわけですから、そういった意味で今日いろんな協議ができて、ちゃんとね、皆さんが、まあ、テーブルに乗っけてくれて話ができて、今後もそれもね、継続していくという合意が取れたということは、非常にね、良かったなと思っております。ですからね、今後の協議の中で、ちゃんとね、それが実現できるように頑張っていきたいなと思っております。はい、今日はね、この辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。今後の喜多方市政に関わるニュースが飛び込んできました。それが7月21日に開催される市長選と、もともと11月に予定されていた市議会選とのダブル選挙。この発言をしているのは田辺議員です。もともと12月12日に予定されている一般質問で、2024年の選挙について質問をするとされていましたが、その内容の一部が発表された形です。それでは田辺議員の思惑をご覧ください。来年選挙があります。予定では7月に、市長選挙で11月に、市議会議員選挙なんですけれども、なんとかこれをね、僕はダブル選挙にしたいと考えてます。で、その話を表に出したいなというのがあったので、今回一般質問にすることにしました。ただね、まあ、事務的なことを聞くので、すんごいさらっと聞きます。で、まあ、予算のことを聞くんですけども、多分ね、ダブル選挙にした方が1000万以上を浮くんですよ、費用が。だからそこの正確な金額を聞きたくて。で、1000万以上安くなるんだったら、断然そっちの方がいいじゃんっていう市民の方がそういうふうに理解して、そういう方向で盛り上がってほしいなという思いがありますので、ぜひね、皆さんに注目していただきたいですし、ぜひね、市民の方が、もうこれはダブル選挙やれやって、他の議員さんを焚きつけてほしいなと思います。で、なんでそうなのかっていうと、市長選は任期が来て、市長選なので、それはもう自動的になっちゃうんですよ。でも、それに合わせるためには、議会の解散が必要です。自主解散です。なので、議会が解散しませんって言ったら、そこの選挙に持っていけないので、議員が、そりゃもう自主解散せにゃいけんよねっていうところまで、市民の声を届けてほしいんです。なので、ぜひともね、まあ、どのくらい、まあ、僕の予想は1000万以上浮くという、そこはあくまで予想なのでね、これもさっきの話です。予想じゃダメなんです。しっかりとした答弁がいるので、正確な数字をね、いや、まあ、それぐらい安くなるんだったらもうお前らやれやと、議会解散してダブル選挙にせえやっていうふうに機運を高めていただきたいなと思っております。こんにちは。今回は12月12日に実施された田辺議員の一般質問の様子をお届けします。市長選と市議選のダブル選挙を提案した田辺議員。田辺議員の動画を受け、このチャンネルでダブル選挙が実現するか、視聴者に向けてアンケートを実施しました。投票数は 13,000。実現するが 55%、実現しないが 45% と拮抗した結果となりました。視聴者の方からは、こんな辛辣なコメントも。1000万円の費用が浮くなら、それ反対する理由はないはず。この議会に反対の理由って必要でしたっけ？住民への理解が十分得られていないと思う。で、十分。ということで今回の動画では一般質問で。田辺議員のダブル選挙を行う提案を石丸市長にぶつけます。それでは議会の様子をご覧ください。
まずは選挙についてお聞きいたします。2024年は市長選挙、市議会議員選挙の2つの選挙が行われる予定です。財政が厳しい中で2回の選挙を行うよりもダブル選挙で1回にする方が財政負担の軽減が見込まれると思います。またダブル選挙を行うことで市民の関心も高まり、投票率も上がるのではと考えます。別々に選挙を行う場合とダブル選挙で1回にした場合、財政負担の差はどれくらいの金額になるのか伺います。担当から答弁すべき内容ではありますが、時間が欲しいのでここで私がお答えします。前回選挙の決算ベースで試算すると、1回にまとめた方がダブル選挙の方が1300万円程度が削減できます。割合としては 26% の圧縮です。1300万、具体的に数字を聞くとですね、かなり大きな財政負担の軽減になるのだなというのが分かりました。次の質問、2番の質問なんですけれども、12月1日の令和5年、第5回秋田方市選挙管理委員会で、市長選挙は7月28日と決まりましたので、この質問を取り下げさせていただきます。そのまま3番の質問に移ります。投票率は市長選で2016年4月、58.35% から2020年8月では、56.98%、 市議会議員選挙では2012年11月では73.5% から2020年11月では 63.19% とどちらも下がっております。これは大きな課題ではと感じております。短期間で2回の投票行動を行うよりですね、ダブル選挙で1回の方が市民にとっても有益であると思いますし、またですね、ダブル選挙ということで市民の関心も高まり、投票率が上がることが期待できるのではないかと考えます。投票率というものについて市長はどのように考えておられるのか伺います。投票率の低下は民主主義の危機だと感じます。その意味で、全ての政治家は有権者の関心を集め、投票率が上がるようあらゆる手段を講ずべきだと、講じなければならないと考えています。民主主義の危機というお考えだということで、この点に関しては私もそう思います。やはり、住民主体という観点から見てもですね、投票率のアップということはやはり必要なことだと思うんですけれども、じゃあそれを具体的にですね、どういうふうにするかというのは非常に難しく、市長が常々市民の関心を得るためにいろんな情報発信をされているんだなというのは感じております。ただじゃあ政治家の仕事としては、その政治に関心を持ってもらうということは非常に重要なことだろうなと思うんですけれども、具体的に例えばじゃあ市長の仕事である、議員の仕事である、その投票率を上げることがですね、具体的にそれが市長の業務なのか議員の業務なのかと言われると、これはちょっと非常にどう判断するのかなというのは難しいなというふうに感じております。そういった点で言うと、投票率のアップといいますか、それが市長の仕事だというお考えなのか、ご答弁いただければと思います。先ほどの答弁では私は政治家の務めとしてお話をしました。ただ厳密に言うならば、市においてその職責は当然議員が担います。市民の代表であり代弁者なので、リーダーとして市民に訴えるべきは他にはいません。市長というのは政治家ではありますが、あくまで執行部の長です。市という行政単位の長です。その意味でいつも再三申し上げてるんですが、直接的に市民に訴えるというのは本来の趣旨からは外れています。なのでもう一度お伝えしますが、議会議員の皆さんの役目です。いかがだったでしょうか。改めてダブル選挙はどうなると思いますか。コメントをお聞かせください。今後も秋田方市に関する動画を配信します。動画が良かったという人はグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。